サンロッカーズ渋谷27番石井康介です。44番森谷海斗です。うわ匿名さんからのご質問です。ありがとうございます。森谷選手はパスくれないで覚えてる。よくない方に言ってますね。初めてのファンだったから。ね、みんなでやってますか、最高で。サイトは全然パスくれない。石井さん前のお客さんから拍手をもらえなかったのかな、こうやりきったから、ね。いいっすね。嬉しくて。はい、こんにちは。サンロッカーズ渋谷27番、石井康介です。こんにちは。44番、森谷海斗です。よろしくお願いします。お願いします。リクチュースポーツチャンネルは石井さん見たことありますか？海斗が出てるやつ以外はちゃんと見てます。なるほど、はい、じゃあ結構もう見てる？見てます。結構見てる感じですね。あ、なるほど。今回の企画はカードをめくってセキュララトーク教えてん、やり方説明していきます。裏に書かれている内容を相手の人に質問していきます。そして今回からは、ツイッターで事前に募集したファンの方からの質問にも答えていきます。石井さん、ぜひ質問をくれたファンの方々に一言お願いします。本当、たくさんの質問ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとどんな質問が来てるかまだ知らないんで。あ、そうですね、楽しみですね。楽しみにして、早速やっていきましょう。はい、自分から質問していきたいと思います。早速1問目、はい、1つ目は自分は絶対ですね、絶対老後だと思った。老後、質問いいですか？じゃん。老後の夢は何？うわ。このなんか自分的に石井さんすごいなんかあれじゃないですか。しっかりとなんかやってるイメージがあるんで、こういうのもちゃんとあるんだろうなっていう思いから。老後の夢は時間を気にせず、はい、海沿いで過ごしたいです。おお、いいですね。結構もうゆったり。ゆったり。ああ、なるほど。時間もお金も心配なく。好きな時に起きて。そうですね。老後、確かに老後ですもんね、それ。老後はもう。はい、はい、確かに。まあ、何歳からが老後かよくわかんない。そう、なんか老後って、なんか何歳、老後、引退したらみたいな、なんかありますか？引退したら、バスケットが終わったらみたいなのを結構自分知りたいんですけど、そこなんかそのビジョンというか、ビジョン結構リアルな話になっちゃうんですけど、なんか。いや、バスケットは教えたいと思っていて、あ、なるほど。子供たちとか、まあ、学生だったりも含め、はい、うん、自分が、まあ、プロでやらせてもらってた経験だったりをこう次の世代に伝えられるようなことができればいいかなと思ってます。さすがです、はい、ありがとうございます。老後はない、もう老後今から自分ですか？自分はまだまだこれからこう行きたいところなので自分それで言うとあんまりそのなんか引退後とか、はい、老後とかあんまり考えたことがなくて、なんかもう今って感じでやってるので、今は生きてるんで、なんか本当にまだ学生の時も将来どうしようかなってあんまり考えることなかったんで、老後まあ実際言ったように、まあ、ゆったり過ごしたらいいなって。実際今やってることでその時変わってくものだと。ああ、はいはい、確かにそうですね。感じ方違いますよね。学生の時今自分がこうしてるとか思ってもなかったし。ああ、はいはい、確かにそうですよね。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。次の質問でいいですかね？それではじゃあ俺ね、はい、もう最初はやっぱこれでしょ。おお、選手。うわ。匿名さんからのご質問です。ありがとうございます。ありがとうございます。チーム内で良いパスを出してくれる、良いスクリーンをかけてくれると思う選手は誰でしょう。難しいですね。まあ、やっぱりそのサンロッカーズのビッグマンはみんなやっぱりこう献身的にこう動いてくれるんで。みんないいですよね、みんな全速力にかけてきてくれるんで、はい、でも相手は相当嫌がってる、まあ、練習中とかもやっぱりやってて、そのかけられがすごい嫌なんで、こういう面でいうと、まあ、みんなビッグマンはいいスクリーンかけてくれると思いますね。はい、いいパス出してくれる人、いいパス。パス出してくれる人、誰だろうな。うん、いいパス出してくれる人、みんなやっぱパス普通にうまいんだよ。もうこう当たり障りの。誰か一人出すとすると、まあ、やっぱりレオさんですかね。あ、はいはい、まあ、あの人はやっぱこうドライブからこうパスさばくとか、こうなんか、まあ、自分以外にこのビッグマン生かすようなパス、ポイントガードだし、さすがだなっていう、はい、ちょっと勉強のためにたくさんあります、はい、それでいうと石井さんどうですか、シューター、シューター目線で。シューターはやっぱりビッグマンのスクリーンが多いので、はいはいはい、
それはそうですね。ビッグマンかスクリーンが多いかな。はい、まあビッグマンやっぱそうですよね。パスはね、難しいですよ、あの一人選んだ誰だろうミネスタ。でも受け取るの多いのはやっぱレオとか、はいはい、まあそうですね。でもガードが多いじゃん、ビルとか、はいはい、あと、コウヨウが多いかな。あ、確かに、コウヨウさんも結構見えますよね。が多いですかね。レオさん、リュウさん、パス上手です。はい、サイトは全然パスくれます。ミシーさん、やりましょう。みんなにこう、パス、パス、パスでいきましょう。森上選手はパスくれないで覚えてる。よくない方に言ってますね。初めてのファンの方どうせね、みんなでやってます、パスボール。じゃあ次。いいですか、次の人も。え、何にしよっかな。あ、じゃあいいっすか。流行でいかせていただきます。流行に鈍感なんだよな。流行、いいですか、質問こちらです。自分の中のマイブームは？マイブーム流行りを追ってるわけじゃない。マイブームが、一つを今年から睡眠の質を上げようと思っていろいろこうやってるんですけど、寝る前になんかリラックス用のなんかこうアロマスティックみたいなのを嗅いでから寝るようにして、はい、へー、すごいっすね。そんなマイブームっていうのが最近やってるとか、最近やってるのが、それはいいんですか。なんか副交感神経を優位して寝やすくするみたいな。へえ、さすがっすね。やってるのがトライしますね。で、あのデバイスというか、あ、はいはいはい、そう測ってくれる時計をつけて、はい、睡眠データを毎日取って、うん、それをこう見てちゃんと寝れてるかをチェックするようにしてます。さすがですね。今マイブームというか、さすがですね。回答はステップ1だよ。いやいや、ハイブームじゃないですよ。石井さんもそのなんかちゃんとしたやつの後で言いづらいな。いや、全然。それで言うと、やっぱりまだまだこの24歳っていう若さもあって、やっぱり YouTube とか TikTok とかを割と見ますね。なんか、まあ、YouTube もそうなんですけど、TikTok ももうこうスクロールすると無限に動画が出てきちゃうんですよ。だからもうなんか例えば、まあ、家練習終わって家帰って、まあ、ちょっと時間があるわけなんで、その時にもう見てたら延々見ちゃいますね。 TikTok しかも短いし、ね、でもポンポンも見れちゃうんで、それはちょっとまあマイブームというか、なんかもうちょっと有効的に時間使わないとなと思いますね。ヒゲのあれは、ヒゲの手入れ、ヒゲの手入れはちょっと、まあ、時々ですね。やっぱ試合前のが多いっすね。ちょっと長さ整えたりとか、ヒゲはちょっとまあいろいろあるんで、3秒よろしくお願いします。次、石井さんですね。これだな。部活。部活、はい。はいはい。これもルコさんからの。あ、ルコさん。質問ですね。ありがとうございます。まあ、書いてある名門だから、出身高校が名門なんで。いや学生時代の部活で楽しかったこと、もしくは辛かったこと。名門だからみんな聞きたいです。そうですね。まあ、一応自分、その能代工業という、はい、まあ、一応そのね、バスケットボール界でいったらそこそこ有名な高校を出させてもらってるんですけど、まあ、楽しかったことは、まあ、シンプルにやっぱりその最後の大会、ウィンターカップ、高校最後のウィンターカップで3位に入れた時はやっぱすごい嬉しかったですね。やっぱりこの3年間この親元離れて寮で生活してる中でっていう部分はすごいやっぱ楽しかったし嬉しかったですね。辛かったことはやっぱりちょっと秋田なんですよ。その小学校秋田じゃないですけど、能代ってもうすごい寒いんですよね。海ずっと近くて雪がえぐいし、もうこう雪積もってるやつ、風がすごくてもう下から雪降ってくるみたいな感覚なんですよ。本当にもう寒い飛び越して痛いみたいな感じなんで、寒いのほとんど嫌いだったんで、それはもう相当しんどかったですね。掃除って言うと秋田が好きじゃない。いやいや、そう、秋田大好きです。もう秋田の能代、もう暖かい暖かい、すごいっすよ、暖かさ。寒いけど、人とか街はめちゃくちゃ暖かいです、はい、大好きです。石井さん、どうですか、石井さん。自分の代が、はい、あの地元の千葉のインターハイで、はい、あ、そうなんですね、はい、それにこう出たくて、みんな頑張ってたんで。え、石井さんの時インターハイ千葉ですか。そう、千葉、船橋アリーナ。あれ、俺2年の時に千葉やってたやつですけど、あれ、あ、そう。あ、そうっすね。あ、そういうことですか。それに、はい、まあ、ヒストワークとして出れて、はいはいはい、まあ、それこそ最後、能代工業ってやって、はい、負けたけど、なんかその、前のお客さんから、拍手をもらえた、なんかこう、やり
てきたかなって。そうですね。嬉しくて、はい、辛かったことはね、そのやっぱ当時は辛いなとか思ってたけど、はい、今過ごしてネタというか、はい、そうなりますよね。過ぎちゃえばそうなるっすよね。ネタこんなことやってたんだっていうのがバスケット部なのにボールを持っていかないトレーニング合宿っていうのがあって、もうウェイトと走ることしかしないっていうのがやっぱ体力的には一番しんどいっすね。結構きつかったかな。体力面のやっぱきつさ、はいはい、練習のきつさが、それは一番かなと。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとこの石井さんの難しそうな職業言っていいですか。はい、職業質問は、おお、なるほどね。こちらです。スポーツ選手以外の職業になるなら。あ、選手以外、はい、スポーツ選手以外。あ、お願いします。もともと高校の卒業するときにバスケ続けるかを、はい、まあ、続ける気はなくて、はい、理学療法士になろうと思ってて、あ、もう高校卒業の時は思ってた。専門に行こうと思ってたけど、まあ、こう縁あっていろいろ大学でもできるところもあって、それでバスケを続けることに、はい、だから医学療法士とか、はいはい、まあ、そういうスポーツにやっぱ関われる、はいはい、仕事になるのかなとは思いますけど、うん、その小さい時からじゃあスポーツを何もしない状態だったら何をするのかは実際ちょっと分からない。想像つかないですよね。ここまで本当にバスケットスポーツやってきちゃうと、入らず本当に勉強とかそっちの文系の方で行ってたら、石井さんなら何をやってたのか、石井さんならそっちの状態ちょっと深いとはない。八百屋、八百屋っすね。八百屋なりそうっすか。逆に似合いそう。八百屋いいっすけどね。結構、え、なんだろうな、スポーツ。でもなんか本当に自分それこそ大学3年の時まで迷ってたんですよ。普通に就職しようか、このバスケットでやっていくかっていうのだった時に、この本当にサンロッカーズからこう話があったから今なってる感じなんで、本当にでも多分普通にサラリーマンやってると思います。あ、でもこれって別になるならだから、なりたいっていいのかな。なりたいだったら、なりたいだったら普通になんか車の直す人とかかっこいいなって普通に思うんですよね。なんか専門職ね。はいはいはい、そういうなんか何ですか、その持ってる人、職人の、はい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 、そういうのが自分的になんかかっこいいなと思うので、まあ、なれるのであればそっち系行きたいかなっていう。何でもなれるな。何でもなれる。スポーツ選手が何でもなれるな。凄腕の料理人とか。料理人いいっすね。確かにめちゃくちゃうまい寿司。寿司いい。確かに料理人いいっすね。そんな感じですかね。後半へ続く。お楽しみに。一つだけで収まる。人が一つで、人が何とかするんですよ。僕に言われてるとありがたいです。お楽しみに。